ポッドキャスト番組アイドルの履歴書荻野ゆかが聞く私はこうしてアイドルになったこの番組は FMNAC5 で放送中 ZIBOOK との連動企画元 NGT48 の荻野ゆかがアイドルをゲストに招きアイドルについてトークする番組である「アイドルの履歴書荻野ゆかが聞く」 私はこうしてアイドルになった荻野由加ですアイドルの履歴書今回はこの方とアイドルトークをしていきます自己紹介お願いしますはいお祭り系アイドルユニットフェスティブのオレンジ担当ひなりんことあばひないですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします ひなりちゃんひなりちゃんって言ってる私青葉ちゃんか青葉 <laughs> ちゃん <laughs> ちょっとめちゃくちゃ久しぶりねそう嬉しいの意外とねちょっとあの接点がありまして<う>まあちょっとまずはね早速なんですけど、はい、プロフィールの方を先にご紹介していきます青葉ひなりさんは日本を元気にをテーマに活動している6人組お祭り系女性アイドルグループフェスティブに所属アイドル活動だけでなくジッパー専属モデルとして活躍中です そんな中この秋でのグループからの卒業も発表していますということで青葉ちゃんに来ていただきました、はい、青葉ちゃんは、うん、なんて言えばいいんだろうこの接点は、えー、なんだろうねう共通の友達とか共通の友達がいて、うんうん、その子がフェスティブそうだった<お>そう卒業したメンバーでだったりとかで、うん、なんかそこからね他のゆかちゃんのね、うん 元メンバーとかさもうつながりとかあってでちょくちょくイベントとかでかぶって話すようになったみたいな感じだよねそうだねだからこんなにちゃんと対面してお話しするのはそうそうそう初めて初めてなんかちょっと絵で緊張しるのなんでなんであったらさアマちゃんアマちゃんみ確かになった仕事モードでさ話すことなくないそうなのなんかちょっとなんか不思議な感じする確かに まあでもね今日はそんな青葉ちゃんについてたくさんアイドルになる前の話を聞いていけたらと思います、うんはい、取材担当はロボゆかちゃんです最初のキーワードお願いしますフェスティブ青葉ひなりアイドルの実態幼稚園からジャズダンスジャズダンスはいプロフィールもね書かれているんですけども、うん、なんとジャズダンスは幼稚園からやってるということで、はい、ジャズダンスを始めたきっかけは何ですか きっっかかけは本当に4歳ぐららいだったから多分あのお分あの近所とかでジャズダンス教室とかがあって、うん、お母さんが体験とか友達とかと行ってみるっていうとこから、うん、多分分やりたたいって自分がなったのかなってて自がななのか感じあじゃあヒップホップとかいろんなジャンルがある中でジャズを選んだのはもう単にうん、うんうん、多分たまたまきっかけが近くにあってとかそんな感じかな。でいつまでジャズダンスを続けてました えっとこの仕事始める前ぐらいだから、うん、高校2年生とかえ結構長結構だから1 1 2年やってたと思うあすごい結構ずっとやってた <laughs> ダンス歴がめちゃくちゃ長いそうそうそう,そうで、うん、ジャズダンスをやってて、うん この業界に興味を持ったとかではなくていやでもも関係はあるかもあるるかんだやっぱジャズダンスやってたから、うん、あの最初の頃っていうか子供の頃はディズニーランドのダンサーさんになりたいなっていうのが将来の夢であ<ー>まあそっからどっちにしろミュージカルダンサーとかステージで踊る仕事をしたいって思ってて、うん、って感じ<あ>そ,うそうなんだ、うん、でアイドルになって、うん、なんかこうジャズダンスやっててよかったなっていう経験が生きたなっていうことはありましたうんうん、うん えでもやっぱり周りの子より長くダンスやってたから絶対的に踊れるっていうのはあってなんかそこは生かせてよかったなってすごい思う、うん、振り付け覚えるのとかもねああそっちでもね頭悪くてちょっと遅いダンスできるから早くみんなよりはすぐ覚えてるでしょって思われるんだけど、うん、めっちゃ遅い <laughs> そうなの <laughs> そう,もうめっっちゃ慣れてるると思ったいいいいいや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 覚えるだけは遅ででもできる でそうだよねねもんね <laughs> やっぱアイドルになってダンスは習っててよかったなとかそれは絶対的に思ったりはする。思うし、うん、でもその今ゆかちゃんがキレキレって言ってくれたんだけど、うん、あのジャズダンスやってた時は私キレがないって逆に言われててあの妹も一緒にやってたんだけど妹がすっごいキレッキレで、うん、自分があんまりキレ出せなかったからなんかアイドルになった時に何か。 頑張ろうって思ったのそこ。<laughs> キリを出せるように。そう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 。そう,なんだそう。ちなみにジャズダンス習ってて、はい、アイドルのダンスとなんかこう共通する部分だったりとか、なんかこう似てるなとか何、うん、だろう経験生きたなみたいなことはありました？うんうん、えっとジャズダンスって結構ダンスの中でもかなり難しい方のジャンルになってて、あのバレエとかヒップホップとかいろんなのを交えたのがジャズダンスに近いからなんか。 バレエのレッスンっぽいレッスンとかもするからジャズができれば基本的にどのジャンルも踊れるって感じだからアイドルのダンスも結構できたりはするけどなんだろうジャズはその綺麗なダンス ショーとかに見せるようなダンスが多いからバラードとかそっち系の曲だと生かせるけどって感じかな綺麗系の曲だと生かせるかなって感じあと体感もね鍛えられるようにしてからターンとかさあターンは一番得意ですでしょ絶対ジャズダンス習ってた方がいいって私も思ったターンは得意ですうん私はヒップホップ習ってたからジャズやっとけばよかったってすごい後悔してるアイドル本当に でもアイドルのダンスはヒップホップっぽいのは多いよねまあ一<番>多いねけどやっぱりジャズやってる子は綺麗だからまあ確かに目がいっちゃうよね全部対応はできるかも、うん、<laughs> ではですね続いてのキーワードに参りましょうロボユカちゃんフェスティブ青葉ひなりアイドルの実態 AKB48 のマネージャーにスカウトされたこれはどういうこと <laughs> 初めて聞いたえ あの本当に子どもの時で、うん、あのテレビで AKB さんを見たことあるなぐらいの時にあの千葉に住んでたんですけど千葉のイベントをやっててお母さんに、えー「見たことあるからちょっと見に行ってみなよ」って言われて、うん、私も興味本位でそのライブイベントを 見てたらマネージャーさんに、うんあの「お父さん近くにいたりしますか?」って言われて、うん、あの名刺をお父さんに渡されてであの今オーディションやってるので最終から一緒に受けるのどうですかっていう風にお話をいただいてそれでちょっと挑戦してみようかなって思ったのがきっかけで。えっ何歳くらいの頃だ 中学1年生とかなので結構そうですねまだアイドルとかやりたいとかなんかそういうこと思う年ではないというかだったですね。でそこはじゃあ結局お話に行ったんだいやすごいな私も AKB グループにいたけど AKB からスカウトっていう話が本当に聞いたことなくてびっくりしてる。私嬉しかったでですも じゃあ、そういうアイドルのイベントとかに行くと、うん、もしかしたら、うん、あのスカウトとかもあるのかみたいなある,あるあのこの前ちょうど私の事務所で新しいグループができたんだけど、うん、その,あの新しいグループに入ったメンバーの子が「あおばちゃんのチェキ」とかよく行っててみたいな。うん、で行ってた時にその私のグループのマネージャーさんが「うちの事務所にどうですか?」ってスカウトし,して。 そ,うそれで入ったって言われて私も知らなかったからすごいびっくりして、うん、だからライブとか行ったらマネージャーさんにスカウトされるっていうのは全然あるんだなって思いましたそれは青葉ちゃん目的で行ったライブでスカウトされたってことうん、すごい夢があるねそう,そうそうそうじゃあ推しのライブに行けばねもしかしたらあると思う全然すごいね、うん、そうこれは結構希望が持てるねえ持てれます本当にこれはそう、うん ぜひじゃあね積極的にライブには遊びに行った方がいいよ<か>っていうことですよねちなみにさっきの AKB の話にもあるんですけど、うん、その AKB のオーディションをじゃあ受けに行ったっていうことで審査を受けたてであの仕組みがあんまり分かってないんだけど、うん、練習生みたいなのを1年間 1>、うん、都内に通いながらやらせていただいて、うん、であのちょっと紹介とかで。 東京ドームシティホールのライブとかに練習生の紹介とかで出させてもらって<え>あのバックダンサーとかやったりとかそういう感じのことをやってましたえ,えそこまでやってたってこといや、やってましたすごでそれでデビューすることをデビューしない子がいてって感じだったから1年間で活動を私は終了しちゃってそっから芸能は一切やってなかったから、うん、なんか今のグループ入るまではなんか表に ちゃんとと立ってデビューしたことはなかっったかなって感じそ,うんそこのステージ立ってみてやっぱりいいなって思ったりもした、うん、アイドルって。うん,そうなんかやっぱりその練習生やってる時は自分はスカウト受けてあのグループも詳しくないまま入った側だったからなかなか本当にやりたいことの意識の差になかなかついていくのも難しいというかうん、うん、自分も詳しくなかったから。 っっていうのもあったし、まあ、自分はどっちかというとその時まだずっとやってたジャズダンスを頑張りたいって気持ちの方も強くて、うん、でもやめたらやめたでなんかちょっと心残りは多少あったりとか、うん、そっからアイドルを好きになっていろんなグループを見たりするようになったからあもう一回チャンスがあればちょっとやりたいかもって心の中で思ってたかなって感じ。 すごい経験をしてたのね、うん、じゃあそう, <laughs> そうなんだ、うん、初めて知ったこれは本当にすごい <laughs> ではですね続いてのキーワードに参りたいと思いますロボユカちゃん「フェスティブ青葉ひなりアイドルの実態」「アイドルになるため自己 PR をできるように努力した」「自己 PR」うん、これは大事だもんね。うんうん、そう その、うん、AKB さんの一応最終審査とかに行った時とかに、うん、やっぱりその気持ちもまだ絶対アイドルになりたいっていうとかもうあまり自分の気持ちがなかったからあの自分をアピールするとかもできなかったりとかなんか歌の審査とかでもなんか単純に自分が好きなアーティストの曲とか歌っちゃったりとかそうやってなんか自分を理解せずになんかそういうオーディションに立っちゃってたから。 なんかまあ、またオーディションあるってなったらもうちょっと自分を生かせるような、うん、あの楽曲を選んだりとかもうちょっと自分を理解して自分のことを PR できるようにしなきゃなって思った <laughs> これは本当にアイドル目指してる子って一番悩むところかなと思ってて選曲にしろね PR にしろえどうやって自己 PR とかこう考えたうん、うん、何を軸に自分の自己 PR を作ったりしました、うんえー、なんだろう でもなんだろうあえて本当に自分の苦手なことは絶対出さなくていいし、うん、本当に自分の得意とする部分だけとか自分が活かせるなって思うものをだから何だろう自分の弱みだったりしても、うん、そこが人よりちょっと伸びてたら、うん、アイドルだったら武器になることとかもいっぱいあるからなんか素直に自分を分析してなんだろう他の人とここが違うなって思うところとかをなんかアピールした気がする。うん <laughs> なんか爪痕残さないとみたいなさわかるうん、うん、いろんな子がいるからさなっちゃうじゃん、うん、そこは本当に焦んないなんか私違うことをやんないとやらないとってえそ、ね、えでも私はどうなんだろうなんかフェ、うん、スティブやってる時も、うん、なんか後輩のグループのオーディションを普通に審査はしてないけど見に行ったりとかしてたけど、うん、やっぱりなんだかんだオーディションを受ける上でなんか面白い子っていうよりかは なんか熱い気持ち持ってる子いいなって結局なるからなんか特に変わったことしようしようってしなくてもやっぱ一番気持ちが大事なんじゃないかなって思った <laughs> これ一番大事です皆さん<も>今の言葉が本当に一番私も大事だなって共感しますそうだよね、うん、ちなみに青葉ちゃん的にその自己 PR の時に歌とかも自分に合った曲を選ぶとか自分なりのねあんまり包み隠さず自己紹介、うん 会するみたいなお話があったんですけどもなんかこう自分なりに大事にしてたこととかなんかアピールしたかったことアピールしたことみたいなのってあったりしますか本当に熱い気持ちを伝えた気がしますなんか私はその今フェスティブルになる時のオーディションで他の 受けてた子たちよりもあの事務所とか所属歴がめちゃくちゃ低くて入って2週間とかでのオーディションだったからなんかそのアイドルになりたい気持ちだったりその昔の話その活動をちょっと練習生をやってた時にこうでこうででもまたもう一回ちゃんとアイドルになりたいと思った理由とかもう結局は。 気持ちを伝え正直に全部伝えることが大事なんじゃないかなって思いますねえちょっと見せ場作んないとってやりすぎよるかはそっちの方がいいってことですよねストレートに熱い気持ち伝えた方がいいかなって思うではですねこれからアイドルを目指す子たちに何か青葉ちゃんからアドバイスをするとしたらなんかどんな言葉を送りますかえっと やっぱり私もそのオーディション受けたしそのオーディション受ける子をいろいろ見てきた中でやっぱりこういう子がいいなって思ったのはそのグループ例えば入りたいグループがあるんだったら本当にそのグループについてこのグループになりたいかなりたくないかというかただアイドルになりたいっていうことをそのグループに入りたいっていう子っていうのはすごい二択でかなり伝わってくるから。 まあそういうのってやっぱり自分のグループに入りたいって思ってくれてる子がいいなって多分思うしそういうのも伝わるから、まあ、本当にそのグループ入りたかったらそのグループ研究してきた方がいいなとも思うしもう熱い気持ちを伝えることが一番大事で。 面白かったからってこの子入れようっていうよりかは、やっぱりこのグループに対してどんだけ真剣に考えてんのかなってそういうのが一番大事かなって思います。深くうなずいた。深くうなずきました。<laughs> 本当にその通りだね。うん、確かにね。青葉ちゃんからの言葉の重みは結構重いね。<laughs> そうですね。なので皆さんアイドルを目指したい子は、目指している子は、その入りたいグループの研究をたくさんすればいい。うんうん、そう。した,いいね、した方がいい。した方がいい。 だそうです、うん、では今回は青葉ひなりちゃんにアイドルになる前のお話を聞いていきましたありがとうございましたありがとうございましたポッドキャスト番組アイドルの履歴書荻野のゆが聞く私はこうしてアイドルになったこの番組は FM ナック5で放送中 ZI ブックとの連動企画デビュー後の話はラジオで site.